姫路手柄山遊園は、かつて、兵庫県姫路市西の部松で営業していた遊園地。本校では、園内の姫路市民プールについても述べる。市民プール営業期間中のみ開放された、三上室入口姫路市が主催して1966年に開催した姫路大博覧会中央会場を市が再整備して、 同年開園した手柄山中央公園内に1974年6月、首都市整備校舎が所管する市営姫路市民プールが開設されたのが始まりである。1977年には、プール隣接の園内にジェットコースターや観覧車などを設置し、同校舎所管の市営遊園地、姫路手柄山遊園となった。入園料は大人200円。2010年4月、 首都市整備校舎などが統合して発足した姫路市町づくり振興機構に運営を移管した。しかし少子化の影響や2007年のエキスポランドジェットコースター事故後の遊具点検や維持管理の費用増大に伴い、ジェットコースターや観覧車などを順次休止して稼働遊具が減少したため入園者数は再び減少。プール利用者を除く2019年の遊園地、 入園者数は、わずか約1万4000人にとどまった。施設の老朽化が進んだことを理由に、市は2014年、遊園地を含む手柄山中央公園の再整備、計画策定に着手。これに伴い、手柄山遊園地と姫路市民プールは2020年9月6日の営業を最後に共に閉園した。7月初旬から9月初旬の約2ヶ月間は水泳。 プール施設として営業。その他の期間は、遊園の水上乗り物遊具に使用されていた。最終年の2020年季は、新型コロナウイルス感染拡大防止対策として営業しなかったため、2019年季が最後の営業年となった。ABCD、草に渦漏れたジェットコースターのレールプールの壁に、思い出を、ありがとう。 神戸新聞2020年8月23日長官、神戸新聞社 AB、お別れまで1週間で、唐山遊園に続々、ありがとう。神戸新聞、2020年8月31日閲覧。ABC、姫路手柄山遊園の入園料不審者対策で、有料化姫路市方針、神戸新聞2005年12月6日付長官26面、神戸新聞社ありがとう。 姫路手柄山遊園、姫路市民プール AB、思い出の場所と分かれ、姫路市民プールと手柄山遊園、閉鎖へ、神戸新聞2020年7月12日、神戸新聞社、手柄山中央公園再整備を本格化減案、検討で7月入札姫路市、建設通信新聞2014年5月21日、建設通信新聞社姫路市民プールは、 新型コロナウイルス感染拡大防止対策として2020年夏季は営業しなかった。2020年9月6日に姫路市民プール姫路手柄山遊園が閉園します。ありがとうございます。